で、そこにはですね、目に見えないお天道様だとか、あるいは仏様だとか、あるいはご先祖様という力が自分たちに働いているんだと。その人たちに常にある意味では見張られているんだ。自分たちの行動を逐一見ている人が、見ている存在があるんだよと。いわゆる目に見えない力が働いているんだよということを、年上が、親が、おじいさんおばあさんが、あるいは近所の、口やかましいおじさんおばあさんがですね、お前んなことしたらお前天道様に見てるぞってこう言ってた。それがなくなってきちゃった。だから自分、人に分が分からなければ何してもいいというふうになっちゃったんじゃないかなと私は思ってるんです。で、こういうそのお天道様が見てるとかっていうような言葉はですね、考え方は中国、お隣中国にもかつてはあったんです。五官所という漢の時代の五官ですから、あの全漢ではなく五官の歴史を書いた五官所の中の養心殿という中にですね、四知、四つの知るという四知という言葉があります。これはどういうことかと言いますと、天知る、神知る、我知る、死知ると。これは要は天が見てるぞと。これはある時ですね、役人の ところに、賄賂を持ってきた人がいて、養親という人のところに持ってきて、その時にその賄賂を持ってきた人が誰も見てませんからと渡そうとした時に、その養親という人がですね、天知ると、地知ると、天地は知ってるんだぞということを言って断ったというお話なんですけれど、そういう力が働いているというのを昔の中国はきちんと伝えてたんですね。今の中国はちょっと分かりませんけどね、もう天知らない、我知らない、死知らない、誰も知らない、だから何でもやっちゃうっていう、あの反日暴動があった時にですね、日本のデパートが狙い撃ちされましたね。で、反日暴動にかこつけてですね、ガラスを割って建物の中に入って、で真っ先に持ってったのが高級腕時計だっていうんですからね。だからこれ全くもう天が知らないとしか思えないんですけれど、これは私の勝手な解釈かもしれませんけれど、社会主義ですから、宗教はアヘンですからね、そういったものを実際認めてないという社会の中での弊害じゃないかなと。これもある本に出てたあれなんですけれど、社会主義国家、共産主義の国ほど賄賂が多いそうですよ。まあそれちょっとこっち置いておきますけど、まあ別の言い方をしますと、神仏を恐れる気持ちからですね、悪いことをしたら、さっきも申しましたように仏様の罰が当たるだとか、ご先祖様が悲しむんだというような考え方が生まれて、それが結果的に節度ある行動を取らせたんじゃないかなと。そういう気持ちがあれば、冷蔵ショーケースの中に入ってピースサインなんかしますか？しませんよね。で、それがですね、一つや二つで、一件や二件じゃないんです。次から次へと起きてくる。もうあれによってですね、あるレストランでしたがね、廃業ということになったんですね。廃業ということになって、そのアルバイトの子に対して何千万の損害賠償を請求するっていう事態が、その時になって親が焦るんですよね。っていうようなことがちゃんと新聞でもテレビでも報道されるんですが、後から後から魚のタケノコのように愚かなものが出てくる。これは先ほどから申し上げてますように、お天道様ですとか仏様ですとかご先祖様と、こういうような考え方が欠如してきた最大の原因じゃないかな。犯罪を犯す、まあ、あれは、まあ、まあある意味では犯罪に近いんですけれど、あのピースサインのも犯罪に近いんですけれど、先ほど申し上げました詐欺事件みたいなことを起こす人もですね、
まともな心を持ってたら弱者、お年寄りを騙すようなことしない。それをするっていうことは、そういう自分を律するものを持ってないということではないかなというふうに私は思っています。さて、先ほどお話ししましたように、核家族化が進みますとね、どういうことになるかといいますと、仏壇のない家庭が大変増えちゃったんですね。あるいはですね、団塊の世代といわれる、まあ、私がちょうど団塊世代の一番下ぐらいになるんですけれど、のいわゆる人たちの中にはですね、多感な学生時代に先ほども申し上げましたマルクス主義の影響を受けてですね、宗教はアヘンであるとか、あるいは伝統的なものは否定するしなければいけないというような考え方に染まっちゃった人たちが随分いらっしゃいます。でさらにですね、その方たちが高度経済成長の中で社会人になった時に、企業の先兵となって国内はもとより海外も含めていろんなところに行って仕事をしなくちゃいけないという状況になったんですね。そうするとその度ごとに仏壇持ってってませんから、結局長い人生の中で仏壇を身近に置くことなく人生を過ごしてきちゃった方たちがたくさんいらっしゃるわけです。で当然仏壇がなければ毎朝毎晩お給仕し、お線香をあげですね、お経をあげっていうのを間近で見たことないわけですよね。ですからそういう家庭で育った子どもたちにしてみれば、親がそういうことをやってないわけですから、まず仏様、ご先祖様、身近に感じることないですね。で企業の先兵となってあちこち転勤して歩いてますから、菩提寺が近くにないわけです。したがって、まあ、仏壇がなくてもですね、あるいはお彼岸だ、あるいはお盆だ、お寺お墓参りに行くっていうことも全然生活の中にないまま過ごしてきちゃったと。したがってそういう子たちにとっては、そういう世代ですねにとっては、お寺はまあ極めて縁の薄いものになっちゃったんですね。オウム真理教事件という大変悲惨な事件がありました。あの時の犯人といいますかね、容疑者に、新聞記者の人が、なんでお寺に行って話聞かれる、お寺に行かなかったんだと、どうもオウム真理教というのはもうなんか仏教っぽいじゃないかと、なんでお寺に行かなかったんだというふうに聞いた時にですね、お寺は単なる風景でしかなかったというふうに答えた真理教の信者がいたそうなんです。もうそういう家庭に育った子たちは、お寺はお寺という格好をした建物がとしか思ってなかったということなんだということだと思うんですね。宗教施設ではないんです。単なる建物なんですね。でお寺っていうのはセレモニーをするところでしかないんですね。でこれはお恥ずかしい話なんですが、ついこの間私の菩提寺の一つ、菩提寺の一つって言って変なんですけど、実は私、菩提寺が二つございましてね、この上に本門寺という大本山があるんですが、その下に大宝本行寺という日蓮寺のやっぱり本山がございました。ここが私の先祖の家のもともと跡地なんですが、そこで7月に新盆がございました。私が長いこと身元引受人をしていたお年寄りが今年の6月に亡くなって、初めてのお盆だったもんですから、新盆の法要に参列いたしました。で法要に始まるまで、座ってたんですが、もう始まる直前にですね、バタバタバタっと入ってきた方がいらっしゃいましてね、でそこにいらっしゃる若いお坊さんに、父が足が悪いんです、椅子出してください、なきゃ困ります
ていう言い方をされたんですね。あのお気持ちはわかるんですよ。お父様が足が悪いから靴をあのいわゆる正座できない、座れない、したがって椅子を出してくださいというあれなんですけど、ということをお願いしてるんだと思うんですけれど、私が受けた感じは何かサービス施設に行って入場料を払った観客が会場案内係に椅子持ってこいと言ってるのと同じような言い方にしか聞こえないんですよね。お寺という宗教施設の中でこれから入門の牧養、それもいろんな多くの方たちが集まっている中で牧養をするというところにまたまたと始まる間際に来て、さも当然のごとく椅子を出しなさいみたいな言い方をしているの、もうちょっとムカッときましてね。私も短気なもんですからね、わざとちょっと聞こえるような声で、ああいう態度はないよねって言っちゃったんですけどね。もうあの周りの方たちもはっと思ってましたが、ですからあの方は、ああいうふうにおっしゃってる方は、お寺は先ほど申し上げましたように宗教施設でこれから何とかするっていうところじゃないんです。そういう入門というセレモニーをやるサービス会館なんです。だから平気でああいう行動を取っちゃう。非常に寂しい思いをいたしました。